おはようございます。今日は4月22日土曜日朝5時前です。ちょっといつもより少し早めのスタートにしています。相当今外暗いんですけど、どうですかこの映り。さすが高感度 α7S3 や FX3 と、同等のセンサーを使っている高感度センサーなので、めちゃめちゃ明るく映っています。で、今日撮影に使っているこのカメラですが、昨日届いたばかりの ZV-E1 にレンズが、パワーズームですね。SELP1635G、F4 透視の、レンズ使っています。F4 ということで、レンズ自体はそんなに明るくないんですけど、今これ ISO 12800固定にしてるので、めちゃめちゃ明るいです。F4 でもこんなに映るんですね。何度か以前、S3 だとか FX3 持ってた時に試してはいるんですけど、久しぶりにこのセンサーとの組み合わせでこのレンズ使ってみて、やっぱりこの高感度だったら余裕で、暗所で、あと夜の撮影もいけそうです。それではモーニングコーヒーいただきます。いつもと同じようなスタイルで今日も撮影やっていこうかと思います。よろしくお願いします。うまい。で、昨日届いたばかりのこの ZV-E1 なんですが、結局 APS-C 用のレンズを装着して昨日いろいろと試し撮りやってみたんですけど、僕の結論としては、APS-C 用のレンズを使うのではなく、もう素直にフルサイズ用のレンズを使っていこうかなと、今のところ考えています。場合によっては、撮り方によっては、APS-C 用のレンズも使えるケースってあるかと思います。あと、昨日はあえて、ブリージング補正入れたりだとか、アクティブ手ブレ補正を、強力なやつ入れたりして、あえてこうクロップさせる状態で1.5倍以上クロップさせた状態で、試したわけなんですけど、これ素直に実はアクティブ手ブレ補正、通常のアクティブをオンにして、で、ズームレバー使って、超高解像ズームなんかを使って撮影してやると、おそらくね、APS-C 用のレンズも使えちゃうと思うんですよね。ただこれをやった時に、1.3倍とか1.4倍ぐらいに超高解像ズーム入れてやれば、多分 APS-C 用のレンズで使えるんですね。ただね、それをやると、こう運用するときにかなりね、一回一回こう手間暇かけなきゃダメになってくると思います。どういうことかというと、例えば今これもズームできちゃうんですけど、こんな感じで、解像ズーム入れてやると、こう電源切った後にね、一旦確か元に戻ったと思うんですね。ちょっと一回電源切ってみます。ああ、やっぱりそうですね。超高解像ズーム入れてやると、一旦電源切ると、結局またゼロに戻ってしまうということで、一回一回こう電源をオンオフするたんびに、倍率を元の状態に、1.3倍だとか1.4倍に戻してやらなきゃダメになるんですね。これをね、一回一回こう撮影の時にやるっていうのが非常に手間なんですね。ずっとこう電源をオンにしたまんまだったら、それを言った使い方っていうのもね、可能だと思うんですけど、電源落とすたんびに、こう、ズームの幅を調整してやるっていうのは、できないことはないかと思うんですけど、もうそこまで手間暇かけてやるんだったら、もう最初からフルサイズレンズ使った方がいいかな。もちろん画質も絶対そっちの方がいいので、フルサイズ用のレンズを使ってやった方が、いいなっていう、多分僕の中ではそういった結論になるかと思います。ただそういった運用をやれば、APS-C 用のレンズも使えないことはないので、気になる方ね、ぜひまた試していただきたいと思います。カメラを FX30 に切り替えしてみました。で、これが今、さっきまで撮っていた ZV-E1 と SELP1635G の組み合わせになります。特にこの ZV-E1 のボディサイズ自体が小さいので、比較的軽量な部類に入るこの1635の G レンズも、組み合わせるとやっぱりね、かなりでかく見えますね。持った時のバランスがそこまで悪いかというと、見た目ほどね、
このレンズ重くないので、そこまで悪いかと言われるとそうでもないんですが、ただやっぱり見た目のバランスが非常に、やっぱりレンズの方がこう大きく見えるっていうのがちょっと、難点かなと思います。まあそれがデメリットになるわけではないかと思うんですけど、ただせっかくこのサイズの、ボディに、使うレンズっていうのは、やっぱこれぐらいですね。この 24mm の F2.8 の G レンズなんですが、これね、まあ今フードつけた状態でこんな感じなんですけど、これぐらいコンパクトなレンズを使うのが本来の力を発揮できるんじゃないかなと思います。というわけでちょっとね、レンズ交換してみます。さあどうでしょうか。あ、やっぱりバランス的にこっちの方が全然いいですね。まあ、フードつけた状態でこれぐらいの感じ。もう本当に見た目のバランスも、こう持った時のこの重量バランスもかなりやっぱりいいかと思います。あ、それと昨日の動画の中で少し説明していた、自作の風防なんですけど、スポンジタイプの風防ですけど、こんな感じですね。で、もともと、ここのパーツですね。ここのパーツは ZV-E1 についてきたあのモフモフの、パーツ、ベース部分だけをこう取り付けして、で、ここのあの毛のタイプのモフモフを外して、スポンジをね、こう挟み込んでるだけです。もうこれでも十分、風防対策、できてるので、どうですかこれ。かなりスッキリしてるんじゃないですか。まあ本当にね、ここのモフモフって、まあ毛のタイプのモフモフって、まあ好き嫌い結構あるかと思うんですけど、僕はやっぱあんま好きになれないので、まあ普段 ZV シリーズ使う時っていうのは、まあ、ZV-1 の時もそうだし、E10 の時もそうだったんですけど、こんな感じで自作のスポンジタイプの風防を使用しています。それからもう一点、これ昨日のコメントでいただいてたんですけど、ライカ Q2 とのサイズをちょっとね、比べてほしいということだったんで、ちょっと今これ、ライカ Q2 も出してきたんですけど、まあ今、ライカ Q2 自体はこれグリップつけちゃってるんで、若干サイズ大きくなってくるんですが、ただね、こう、パッと並べた時に、この 24mm の G レンズと、組み合わせた時、サイズ感的にほぼほぼ同じですね。まあ若干このグリップ部分を装着している分だけ、Q2 がちょっと大きく見えるんですけど、パッと見た感じでは、もうほぼほぼ同じじゃないかな、同じぐらいのサイズ感じゃないかなと感じがします。横幅もそんな変わんないですよね。あ、厚みがちょっと違うな。厚みが、ライカ Q2 の方が、やっぱりちょっと細身ですね。E1 の方が少し厚みがあるんですけど、ただまあ、これはね、バリアングルが、搭載されているからとか、してないから、そのあたりの差じゃないかなと思います。重さ的には、こっちの E1 の方が、このレンズと組み合わせた時の方が若干軽く感じます。ちゃんと測ってないんですけど、多分こっちの方が軽かったはずです。さあ、サイズ感どうでしょうか。ああ、めちゃめちゃ眩しい。目がまともにちょっと開けられませんが、改めましておはようございます。現在時刻が7時前になりました。まあ、週末恒例のモーニングを食べに、いつもの米田コーヒーに来ているんですけど、まあ、昨日届いた ZV-E1 に、レンズが今日は、24mm にちょっと変更したんですけど、SEL24F28G、24mm の F2.8 の G レンズを装着して、引き続き試し撮りやっていこうかと思います。まあ、いろいろとまだ試してみたいことが、あるんですけど、ちなみに今これは、まあ、片手持ちして自撮りしてるんですけど、手ブレ補正はアクティブではなくスタンダード。なので、スタンダードということは、ボディ内手ブレ補正だけで、撮影しています。まあ、自撮りするときは、こんな感じで、例えば 24mm のレンズを使うと、アクティブ補正だとか、あと、ダイナミックアクティブを、オンにしてしまうと、かなりこう、クロップされてしまうんですね。で、レンズ内手ブレ、ボディ内手ブレ補正だけを使った場合っていうのは、この、ZV-1 はクロップがない、なく 4K30 フレームなんかもね、撮影できるので、そのあたりがね、非常に便利だと思います。これが α7C だったり、ZV-E10 だと 4K30 フレームにした時点で、まあさらにクロップがあるんですね。で、24フレームだったら確かノンクロップだったと思うんですけど、4K30 フレームで撮影した時っていうのは、クロップが入るんですが、この ZV-1 に関しては、ノンクロップで撮影できるということで、まあこんな感じで軽く、自撮りするときっていうのは、もう手ブレ補正をアクティブではなく、スタンダードにして撮影すればいいかと思います。まあ 24mm 画角なので、まあまあ広角のレンズということもあって、まあこんな感じで軽く自撮りするのには、使いやすいレンズだと思います。まあ何より軽量コンパクトっていうのが非常にいいかと思います。ZV-E1 にセットするとめちゃめちゃ使いやすいサイズ感だと思いました。まともに今太陽の光が当たってきてめっちゃ眩しいんですけど、
今これが、シャッタースピード60分の1固定、ISO 80、そして、F5.6 になっていますね。ちなみにレンズには ND フィルター、ND8 を装着しています。手ブレ補正をスタンダードにしていると、24mm 画角の場合、これぐらいの、サイズ感で撮れます。アクティブ手ブレ補正オンにするとこれぐらい。やっぱりだいぶ狭くなりますね。ダイナミックアクティブにするとこれぐらい。ちょっとこれだとだいぶ狭いですね。24mm のこのレンズではかなり厳しそうです。1.44 倍ぐらいだったかな。1.4 倍ちょいぐらい、クロップされているので、かなり厳しい。ちなみに先ほどの自撮りと同じように、ダイナミックアクティブオンにした状態で自撮りするとこれぐらいの画角になります。だいぶ顔がでかくなりますね。さあ、7時のオープンの時間になったので行きましょう。ちなみにこれは今手ブレ補正アクティブです。いつも通りメニューはもう今更見る必要もないんですけど、一応写りを確認ということで。今日はもうブレンドにしようかな。ブレンドのたっぷりサイズにします。選べるモーニングなんですけど、いつもだったらこの小倉にするんですが、またなんか季節限定のこのフルーツミックスジャム、オレンジ、桃、バナナ、なんかうまそうなので今日はじゃあトーストにこれにします。ブレンドのたっぷりサイズ、たっぷりのブレンドは25ミリ、いらないですなし、はい、はい、それではいただきます。香りも良くてうまい。でこれが季節限定のジャムです。おうまそう。季節限定のジャムをたっぷり塗っていただきます。うまっ。桃の味がすげえ、めっちゃうまい。ごちそうさまでした。この季節限定のジャムめっちゃうまかったです。で支払いですが、いつもと同じようにコーヒーチケットと追加の100円、これで支払いします。今日一日晴れ予報なんですけど、黄砂がまだ結構ひどいですね。まだちょっと時間が早いんで、一旦帰宅してから職場行こうかな。で、ZV-1 なんですけど、使い勝手はね、かなりいいカメラだと思うんですけど、ちょっと気になるのが電源の位置ですね。電源ボタンの位置が、カメラでいうシャッターボタンのすぐ、横ぐらい、右脇ぐらいにあるんですけど、スライドスイッチなんですけど、ここのスイッチがね、なかなかちょっと慣れないですね。ズームレバーと、こう、位置が干渉してるというか、隣同士なので、ちょっと間違ったりだとか、こう、電源触ってるつもりが、ズームになってたりだとか、そういったことがちょっと何度かあったので、これは少し慣れが必要かもしれません。じゃーん。本日の仕事終了しました。コーヒータイム。朝に引き続き行ってきます。グッドネイバーズコーヒー。この広い席に行きます。このメニューなんですけど、この QR コードからスマホで読み取って、で、表示されるこのメニューでどうもチョイスするみたいに変わったようです。ちょっと見にくいな。何にしようか。アイスカフェラテ？ちなみにここの店はモーニングを食べにたまに来るんですけど、結構ねモーニングの内容が良くて気に入っている店です。奥様が注文したのはニューヨークミックスジュースだそうです。どのあたりがニューヨークなんでしょうか。アイスカフェオレです。おやつ付き。これはいらないな。それではいただきます。
あ、冷たくてうまい。このソイモンのおやつはお裾分けです。ごちそうさまでした。非常に美味しゅうございました。